草ばさみ、ふくさばさみ、またはふところがみれとは、茶道の稽古や茶席において、必要となる小物をひとまとめに入れて携帯する袋の、総称である。茶道具以外に化粧用品や、チケットなどを入れてポーチ代わりとしての用途も見られる。ふくさばさみは、比較的小ぶりのものを指し、三つ折り、つづれ、二つ折りなどに分類されるが、いずれも用途は同じである。男性用がやや大ぶりで感色系。 女性用がやや小ぶりで暖色系などの違いはあるが、形や使い方の違いはほとんどない。内容物の一例副作とも表記。茶席において茶尺などの茶道具を清めたりする場合に、用いる布。使い副くとも呼ばれる。客側であれば副作が必要になることはあまりないが、流派によっては、茶器の拝見の際などに使われる場合もある。 一般の冠婚葬祭に使用する副作とは種類が異なる。男性用、女性用で色が違い、男性は紫、女性は種、赤を用いる。柄物などは流派によって扱いが違い、厳しく制限されている場合と全く問題とならない場合とがある。大きさは男性用、女性用ともに同じ。材質は証券、木綿、河川など様々である。 茶器の拝見や立て出しの際に用いる。表千家では使われない。作動用の扇子。一般の扇子よりは、やや小ぶりで、茶扇子とも呼ばれる。仰ぐためのものではなく、亭主と客の間、あるいは客同士の間の結界として、挨拶の時に用いる。色は、黒の塗り生地、竹の白生地など。塗り生地の扇子は一般に、中、上級者向けであるとされており。 初心者は白生地を用いることが多い。また、寸法は、男性用が大ぶりで女性用が小ぶりではあるが、流派によってまちまちである。そのため、稽古用として購入する場合は、どの流派用かをきちんと伝える必要がある。ただし、他流の茶会などへ招かれた時に、自流の扇子を使うことは失礼に当たらないとされている。毎年新年には、 直代やその年の絵とをあしらった扇子が発売される。茶席で様々な用途に用いる和紙である。和装の場合、茶席内では、複差、古服差と共に懐に入れておく。洋装などの場合はそのまま茶席に持ち込む。男性用、女性用で大きさに差がある。手芭芭が出された際に使用する菓子切り、ステンレス製がよく用いられる。持ち合わせがない場合は、 受付などに申し出れば黒文字を用意してもらえることがある。裏、千家の納茶席に置いて飲んだ後の茶碗の飲み口を清めるために用いる小切れ。紙製のものもある。納茶席がなければ不要。また、氷仙家では普通の懐紙を使用する。解析の際、食べ残しを入れて持ち帰るための袋。携帯時は小さく畳んでおき、使用する際に広げて箱状にする。 解析のない茶席であれば不要。福サバサミよりさらに一回り大きな袋物として、すきや袋がある。替えの旅をしまっておいたり、福サバサミをそのまま入れたりすることもできる大きさである。福サバサミの代用として使うことも可能。ありがとうございます。